ホンダの B セグメントサブコンパクト、ピットの第4世代モデルを短時間テストドライブする機会があったので、ファーストインプレッションをお届けする。試乗したのは普及グレード、ホームのガソリン、非ハイブリッド仕様、プチオシャレ志向のグレード、NESS のハイブリッド仕様の2台。本校では NESS ハイブリッドについて述べる。ホンダフィットハイブリッド、NESE-HEV 第3世代フィットのプラットフォームを大規模改良する形で作られた第4世代フィット。そのシステムの中で最も大きな変更はハイブリッドパワートレイン。第3世代が出力 22kW の電気モーター1個をデュアルクラッチ変速機に内装した IDCD であったのに対し、第4世代は発電機と駆動用モーターが別からだの2モーター式 E-HEV。 アコードハイブリッドやインサイトでは IMMD と命名されていたもののリネーム版である。ハイブリッドは自動車工学の世界では HEV ヘブ、ハイブリッド電気自動車の略称と呼ばれており、 EV のネーミングを嫌うトヨタのエンジニアでさえ専門的な会話においてはそう呼ぶ。なかなか理系チックな名前になったなと思いきや、読み方は EHEV なのだという。ホンダがこういう言いにくい呼び名を使うのは今回に限ったことではなく、ほとんどお家芸、企業 DNA と言える。実際に走ってみると、普段はエンジンの作動、非作動に関わらず電気モーターが駆動力の全てを賄うため、加速の段付きはほぼゼロ。フルスロットルをくれてやっても加速感は割とのんびりした印象なのだが、実際の速度上りはリアルスポーツ以外の B セグメントとしては相当にすごい部類に入る。フィーリング的には速度の乗り感が抜群だった第3世代の IDCD の方が断然速いように思ったが、 C セグメントの IMMD モデル、インサイトが体感的にはそれほどでもなかったのに、ゼロの 100km/h 加速タイムを測ったらめちゃ速だったことを思うと、第4世代フィットハイブリッドもそのパターンである可能性がある。その2モーター E-HEV だが、過去に乗ったアコードハイブリッド、ステップワゴンハイブリッド、インサイトに比べて制御的に進化しているとおぼしき部分がいくつも見受けられた。その一つは高速巡航時におけるロックアップのかかり。 E-HEV は普段はエンジンで発電機を回し、得られた電力で駆動用モーターを回すシリーズハイブリッド運転を行うが、連続してパワーを出す必要がある高速走行時など一部条件下ではエンジンが直結状態となり、モーターがパワーアシストに回るパラレルハイブリッドモードになる。これまでの搭載車は少しスロットル開き度が大きくなるとロックアップが解除されて普通のシリーズ運転に戻るという感じだったが、第4世代フィットハイブリッドはそのロックアップの範囲がぐっと広がり、少々のスロットル開き度の変化では解除されなくなった。速度の高い郊外の自動車専用道路や高速道路でより良い燃費を出しやすくなったのではないかと推察された。オンボード燃費計値は高速、市街地、郊外路、そしていくばくかのワインディングロードを混ぜた 73.6km を走って 27.1kmL。 車両重量が 1.2 トンとインサイトに比べて大人3人分くらい軽いこともあって、このくらいの数字は効率の良い走り方を特段意識しなくても出せるという印象だった。ダッシュボードの掛け飾りはホームと異なりちょっとおしゃれになっているはずなのだが、ダッシュボードのデザインが極めて控えめで上面も低いためあまり目に入らない。パワートレイン以外の部分だが、インテリアはガソリンのホームより NESS の方がハイグレードということもあって、色使いほかいろいろ頑張ってデコレーションしてあったが、
第4世代フィットは、ダッシュボードの上面が今時の量産車としては、異例なほどに低く作られており、その頑張った意匠性があまり目に入らない。飾りのない最下位グレードのベーシックが、かえって潔く見えたりするのも、そのためだろう。視界の良さ、室内への採光性の良さなどは同じだろう。荷室もガソリン車と同様に広く、これ1台あればオフロード以外ほとんどの遊びをこなすことができそうだった。フィット NESS の標準装着タイヤサイズは 18555R16。 銘柄は最近 OEM を頑張っている感のある横浜ゴム、ブルアース A。乗り心地はガソリンモデルより良かった。車両重量がガソリンより大きいため、フラット感はもとより有利なのだが、高速道路で大きめの段差を乗り越える時の突き上げなど、ハーシュネスカットもハイブリッドの方が優位だった。第4世代フィットは、クロスオーバー SUV のクロスターを除くと、グレード間でのサスペンションの差はなく、チューニングはガソリンとハイブリッドの2種類なのだそうだ。圧倒的な差があるのは動力性能で、余裕しゃくしゃくの加速力を求める顧客にはいい HEV は良い選択肢になりそうに思えた。走り込んでみないとわからないが、ちょい乗りの印象ではハイブリッドの方が応用な感じであった。ガソリンとハイブリッドどちらを買うべきかという視点で見ると、燃料コストの削減という意味ではガソリン車もそこそこ良い燃費だっただけに、それだけでプラス35万円に見合うベネフィットは得られないだろう。5つ星評価パッケージング、インテリア居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度。